全部やっつけてやるわ。
いやつはモテないわよ。ゼシカは分かってないでガスね。時にはくじけぬ心も必要なんでガスよ。私もそう思います。諦めなければいつかきっと。何よいきなりムキになっちゃって。片付いたっと。
いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。はいよ。ありがとね。わしに言おうかの。ごはん、よいかね。焦るでないぞ。また来るがよい。あんなところに人が。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわ。そうですわね。私たちの大切な方と再会するまでは決して。あの二人、なかなかやるな。だが敵の数が多すぎる。このままじゃ危ないぞ。ならば我らが救い出さねば。いざ、かかるのじゃ。大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは。私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見当たらず、探していたところを魔物に襲われてしまって、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かんなじゃ。もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この町の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで皆さんは。わしはディルク。この世界を王として束ねる者じゃ。今世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い、人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながら、その原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら、何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんて、とても人事とは思えませんもの。なら人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って、族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。そうかしら。ただの幼馴染よ。ね。ああ、
幼なじみ素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。さあ行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないとね。はい。全部やっつけてやるわ。ダイヤモンドよし。族長さんたちを必ず見つけ出すわよ。ありがとうございます。本当に何とお礼を言ったらいいか。よいよい、世界を治める王として当然のことじゃ。それじゃこの辺りから始めよう。魔物を倒しながら人探しだ。片付いたっと。なかなか見つからないわね。心配だと思うけど諦めちゃダメよ。はい。でもお二人はどうしてこんなにも親切にしてくださるんですか。実は私たちも結婚を控えるに同じ花嫁の危機は見過ごせませんの。フローラさん？まあ、そうでしたか。では、一刻も早く元の世界に戻らなくては。そうですわね。でもその前にあなたの力になりたいのですわ。みんな気をつけていきましょう。片付いたっと。ダイヤモンドベスト。お願いね。ダイヤモンドベスト。えい。
しても二人とも随分落ち着いてるでゲスね。あしなんかこっちの世界に来た時はそりゃもうおっかなびっくりでかしたよ。あら、私たちだって結構驚いてるのよ。でもそう見えないってことは多分一度にすごいことが起こりすぎて考えが追いついてこないからですわ。気配の正体はバトルレックスか。ちっ、やりにくい相手だぜ。テリーさんがためらうなんて、よっぽど手強い相手ということですね。別にためらってはいないさ。が強敵には違いない。気をつけろ。
魔法なら誰にも負けないわ。
神のご加護があらんことを。ご協力お願いします。お気をつけて。ごきげんよう。おめでとうございます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 。こちらをどうぞ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 。またいらしてね。よくぞ来た。これを授けよう。ではわしに用かの。ごはん、よいかね。焦るでないぞ。また来るがよい。油断せずに行きましょう。うわぁ、暗いでガスね。足の目でも遠くが見えないでゲスよ。発明品13号があればね、暗闇でもよく見えるよう改造してあげたのに。改造？むしろなくてよかったでゲス。Thank you.
場所を探しましょう。私たちの父も今頃探してるかもしれないわね。ええ。あ、大変！お父様なら捜索に町中の人を使いかねませんわ。あなたのお父様が心配で倒れちゃう前に元の世界に戻らなくちゃね。ビアンカとフローラって同じ町から来たのよね。幼なじみ？お友達だけど幼なじみってわけじゃないのよ。実は私たち数日前にお会いしたばかりなんですの。あら意外ね。息もぴったりだからてっきり長い付き合いかと思ったわ。そうなのです。私もビアンカさんとは初めて会ったという気がしませんのよ。でも幼なじみといえばビアンカさんには素敵なお方がいらっしゃるのね。ええ、まあね。
片付いたっと。他の場所を探しましょう。ここにはいないみたいです。他の場所を探しましょう。なかなか見つかりませんね。どこで迷子になっているんでしょう。あの二人がこの町で迷子になるってことはないんじゃない？お父様、いらっしゃいませんか？いっぱい出てきたよ。あちこち歩くのも飽きてきたところだ。ちょうどいい運動になるぜ。
私負けちゃったの。ちょっとやりすぎちゃったの。こんなもんよね。アリーナ、わかったわ、わかったわ、わかったわ。片付いたっと。とりあえずなんとかなったわね。